お母さん、霊感があるって何？霊感？ウィキペディア。神仏が示す霊妙な感能のこと。また、神や仏が乗り移ったようになる人間の超自然的な感覚。あるいは、霊的なものを感じ取る心の動き。と書いてあるわね。わかんない。どういうこと？花子とお母さんが見える人のことよ。なるほど。わかりやすいね。お母さん頭いい。あら嬉しい。褒めてくれたから、今日も怖いお話してあげる。花子、今日はこんなお話でどう？俺の友人 N には霊感があった。あ、ちょっと関わりたくないのがいるな。悪いけど道変えてもいい？あ、いいよ。 N と一緒に出かけるとたまにこういうことがあった。俺は見えない世界を否定するわけじゃないから、 N も大変だなってその度に思っていた。俺は別に霊感がないからどこに行くにも平気なんだけど、 N は絶対に肝試しとか廃墟とか面白がっていくようなやつじゃなかった。 N は戦争や殺人があった場所では必ず見てしまうらしい。霊であろうその存在は大抵の場合、目が血走っていて恨めしそうにじっとこっちを見ていたりするんだそうだ。見えるのも大変だろうな。ああ、別に霊なんか見たくないしね。ついて来られたりすることってあるの？そうだね、できるだけ来ないように予防するんだけど、ついて来ようとするやつは大体取り除けてるから今のところは大丈夫。どうやら弱いものであれば N は自分で追い払えるらしい。ある日のこと。 N、 お待たせ。目の前の N が顔をしかめた。あれ、どうしたの？たかし、お前ついて来られてるぞ。俺は病院で健康診断を受けた帰りだった。その時に霊がついてきたらしい。仕方ないな、外してやるよ。 N は俺についてきた霊を追い払ってくれた。また別の日のことだ。偶然街で知り合いに会った時こんな話を聞いた。今住んでいるビルのマンションなんだけど、昔そこで飛び降り自殺があったみたいで、夜になるとうめき声が聞こえたり勝手に物が落ちたりするんだよ。すぐに引っ越すわけにもいかなくて困ってるんだよね。場所を聞くと俺の住む町のビルだった。この話を N にしてみると、ああ、そこ知ってるよ。そのビルの前を通る時に上から落ちてくるやつがいるからもう通らないようにしてるんだ。 N は知っていたみたいだ。でも俺さ、ちょうど来週そのビルに行かなきゃいけないんだよな。憂鬱だよ。そのビルには N の職場の関係者の事務所があるらしく、どうしても行かなければいけないんだそうだ。俺以外の社員もみんな嫌がってるんだよね。別に霊的な意味じゃなくて、そこの社長が気が強くて怖いんだよ。だから他の人に代わってもらえないんだな、気の毒に。しかもそこに行くのがよりによって夜なんだよな。夜しか都合がつかないらしくて。でもまあ仕事だから頑張って行ってくるわ。おお、気の毒だな N。そして仕事の当日の20時頃、 N はそのビルの事務所に向かった。ああ、相変わらず嫌な雰囲気だ。 N は用心しながらビルに近づいた。そして建物に入った途端すぐに確信した。このビル飛び降りだけじゃない、殺人事件も起きてるな。 N は憂鬱になりながらも階段を登っていった。あまりエレベーターを使いたくなかったからだ。そして無事に目的の事務所について仕事を終え帰ろうとした。このまま何も見ないうちにさっさと帰ろう。早足で歩く N。 階段を降りるために角を曲がった。そしてすぐに落胆した。くそ、見つけちまった。そこには黒い大きな影がいた。どうやら男の霊らしい。目出し帽をかぶっているような頭、全身黒に包まれた。その霊の目は充血し、口元は口紅を下手くそに塗り散らかしたような不自然な赤さだった。しかも手に何か握っている。うわ、最悪だ。こんなリアルな霊見たことないぞ。勘弁してくれよ。 N はいつものように慣れた仕草で霊を追い払おうとした。ゆっくりゆっくりと近づいてくる霊。そして N の手が男に触れた。そいつは N に向かって血に濡れたナイフを振り上げた。おしまい。結局この黒い男は霊じゃなかったんですね。ビルで誰か殺されてしまったんでしょう。もしかしたらたかしの知り合いかもしれませんね。皆さんも用心してくださいね。見えないものだと思ったら実は見えているものかもしれませんよ。おやすみ花子。そして皆さんも良い悪夢を。